半旗とは、長位を表すために、旗竿の半分程度の位置に掲げる旗のことである。かつて戦場においては、国旗に模章をつけて、潮位を示す長旗という慣習があったが、洋上では指認しにくいことから、国旗を反したする方法に変化したものである。現在は洋上に限らず実施されており、潮位を示すためには原則として、半旗を掲げ、半旗の形容ができない場合は、 長期とするのが一般的である。半期として掲げられたスウェーデン国旗。半期の形容は、旗を旗竿の最上位まで一度掲げ、その後に旗竿の半分の位置にまで下ろすことで行われる。半期の位置とは、おおよそ旗の一辺から旗竿、逆に半期としない場合は、旗竿の構造上、可能な範囲において最上位に掲げて固定し、 旗目に半旗であると誤解されないように形容するべきであるとされる。また、半旗を下ろす場合には、再び旗を旗竿の最上位まで掲げ直してから下ろす。上旗の形容方法は慣習であり、国旗の取り扱いに関する国際儀礼の一部である。ただし、国や組織によっては、形容方法について明文化した法律、規定を定めている場合もある。多くの場合、 国旗が用いられる。それ以外に、都道府県や市町村、州などの自治体の旗、海外領土、植民地など、非独立地域の旗、後期、冬器、社旗など、その他団体の旗などが用いられる場合がある。また王室や貴族制度を維持している国では、王旗などのように固有の紋章をあしらった旗も半旗に用いられている。2004年のロナルド・レーガン元大統領死去の 際にホワイトハウスに掲げられた半旗マーガレット・サッチャー、元首相の死去を受けてバッキンガム宮殿に掲げられた半旗。本来、イギリス王室には半旗の伝統はない。これは、そもそも国王の旗である王室旗は、国王が宮殿にいることを示すものであり、なければ下ろされ、滞在中は掲げられるものであったこと、そして国王が崩御しても即座に、 新たな君主が即位することになるため、大いに空位はなく、常に国王は健在であるため、王室機を反旗にして、もうに服す必要はないという考え方であった。しかし、ダイアナ元太子妃が死去した際には、国民の間から王室はバッキンガム宮殿に反旗を掲げるべきだとの世論が起こった。世論の反発を和らげるため、 国王がダイアナ元大使妃の葬儀のために宮殿を出たところで王室機が下げられてユニオンジャックの反旗が掲げられた。この経緯については映画クイーンの中で描かれている。これ以後は国王不在の際は王室きの代わりにユニオンジャックを形容し必要に応じてそれを半旗にするという慣習が誕生し実際にエリザベス女王の母である エリザベス皇太后と妹のマーガレット王女の葬儀の際、さらにロンドン同時爆破事件の際にユニオンジャックの反旗が掲げられた。王室付きによる反旗は今のところない。政府機関等政府機関等においては、直命に基づき出される文化、メディアスポーツ賞の通知により、旗竿の長さの3分の2のところに掲げるのが正式な反旗の方法である。 政府の建物に反旗が出される条件と期間は以下の通りである。この際、王室関連の休日などの国旗を形容するべき日と反旗にすべき日が重なった場合は特別な勅命がない限りは反旗にしない。次の場合に反旗を形容している。四川王自身での犠牲者への弔意として香港の中間に掲げられた各国の反期。半期にしてはならないサウジアラビアの国旗だけは 通常通りになっている。サウジアラビアの国旗には、イスラム教の信条、アラーフの他に神はなし。ムハンマドは、アラーフの使徒であるの一文が、アラビア語で記載されており、これを読もさないためにも反旗にしてはならないと、統治基本法第3条で定められている。四川王自身での犠牲者への弔意として、天安門広場に掲げられる反旗。 規定中華人民共和国国旗法第14条の規定により以下の人物が死去した場合反旗を掲げることとされる。このほか不幸な事件、多数の死傷者が出た重大な自然災害があった場合、国務員の判断により反旗を掲げることができる。2008年5月の四川大地震の際の例がある。反旗を掲げる期日と場所は国務員、または 国が組織する葬儀を司る機構が指定する。香港香港特別行政区では、上記に加え、区域区条例により、以下の人物が死去した場合、区域を半期にする。重大な事件、自然災害についても、行政長官の判断で区域を半期にすることができる。他に、重大な事件により死傷者の発生した場合、相当は全国あるいは一部の機関に半旗を掲げる。 要告示することができる。東日本大震災での犠牲者への弔意として、反旗を掲げた災い統合任務部隊司令部日本では、国家において反旗を掲げるべき機関を明文化した規定は存在しない。内閣の決定、あるいは各省庁の申し合わせによりその都度各省庁が通達などを発出し国の機関において、実施、関係機関に協力を依頼することもある。 総理大臣官邸及び外務省における慣行として、諸外国の国家元首死去に伴う国葬の日に、半旗を掲揚している。米政府機関に一斉に半旗が掲げられた例として、以下のものがある。北朝鮮では最高指導者の死去の際に半旗が掲げられている。墜落事故を受け、本社前の社旗を半旗にした、ジャーマンウィングス企業やスポーツ界などでは、国家的な弔意以外にも、 代表や貢献者の死去、自社の事故などで独自の判断で反旗を掲げる場合がある。また、学校でも在籍する教諭及び、児童、生徒、学生が死去した場合は反旗を掲げる。ありがとうございます。